フランスは白水社が刊行している雑誌である。フランス語やフランス語圏の文化を専門とする。1925年に創刊し、2015年時点での発行部数は会社発表で8000部ほどである。毎月下旬に刊行され、首都圏基準で毎月22日に発売される。ラスムーズ創刊号の表紙1925年1月。 フランス文化やフランス語を専門にする雑誌、ラスムーズとして、白水社より観光が開始された。初代編集長は学習委員教授でフランス語の専門家である杉田義雄であった。同年同月には第2本郵便開講団社より、キングが創刊されており、ラスムーズも、キングも価格は50銭であった。創刊後には観光当時に、 中日フランス大使であった詩人のポール・クローデルも寄稿している。当初は内藤拓や茂徳室医などフランスに詳しい文化人による同人誌に近いものであったという。創刊当時は学術的な内容が中心であったが、与佐野秋子や堀口大学による詩科なども掲載していた。白水社社長である大川正氏はこの雑誌が発行された背景には、 第一次世界大戦後にドイツと日本の交流が盛んになる中、フランス文化に関心を持つ者たちが対抗意識を燃やして日仏交流に力を入れ、1924年に日仏会館を開館するなど、フランス文化の紹介を積極的に行おうとする動きがあったことを指摘している。1926年に編集長が田島清に交代した。 フランスに開題した最初の号、1928年10月号の表紙1928年10月より、雑誌の名称をフランスに変更し、このタイトルのまま2016年9月現在まで発行を継続している。なお、フランスという表題の語学雑誌が1925年以前に白水社から出ていたがこれはすぐ廃刊になっており、 ラスムーズの後ろ身としての、フランスには直接関係がない。1921年10月に創刊されて3号で、廃刊になった第一次、フランスが失敗したにもかかわらず、ラスムーズから解明した第二次、フランスが成功した理由について、暗っ方検索は、ラスムーズが創刊された1925年までに、私立大学が多数作られ、フランスへの関心が高まったからではないかと、 指摘している。1944年まで観光を続けたが、第二次世界大戦の最中、1945年の春に白水車が繊細で火事に見舞われた。この時に一時休館を余儀なくされたが、1946年の5月には復刊している。戦後初めて発行されたフランス戦後は、競合雑誌との差別化のため、 語学以外の文化関連記事にも力を入れるようになり、アンドレ・ジードやロジェ・マルタン・デュー・ガールなどフランスの著名な文人からの寄稿も受けた。1964年には海外旅行が自由化されたことに伴い、7月にパリ旅行を特集する臨時増刊号も組まれた。1970年代以降は内容が大衆化したが、90年代以降は、 景気の悪化やフランスによる核実験などの影響で部数が落ち込み廃刊も検討された。語学コンテンツなどの手こ入れを行いつつ観光が継続され、2005年には創刊80周年記念として過去のフランス収録記事から代表的なものを収録したフランスパチ10年の改装を刊行した。本書には創刊以来の主な記事が再録されているほか、フランスに 若手時代から、坂に執筆している、鹿島茂や堀江俊幸が、フランスと私と題したコラムを寄稿している。本書は、日本人のフランス間の変遷が伺える内容であるという批評を受けた。1964年7月、海外渡航の自由化に伴うパリ旅行特集号の表紙2015年1月7日に、 シャルリー・エブド襲撃事件が発生したすぐ後の同年3月6日、特別号として、シャルリー・エブド事件を考えるを刊行している。鹿島茂、関口良子、堀茂が編集し、野崎勘、宮下志郎、ヨもだ犬彦、坂井恵子、池内恵などが寄稿した。本書には、襲撃事件の直接の引き金となった、風刺画は掲載されておらず、編集部は、 表現の自由や風刺とは何かを考えるためには、風刺画自体の掲載は不要であるという見解を示した。2015年11月に、パリ同時多発テロ事件が発生した、翌月の12月には、同様に、フランス特別号として、鹿島茂唐ゲル、とラタ酒井・慶子、堀茂などを寄稿者に迎え、パリ同時テロ事件を考えるを勧告している。白水者は、 伝統的に語学教科書に力を入れている出版社であり、フランスはフランス語の学習及び教育を主要なテーマの一つとしている。雑誌名がフランスに変更された頃から雑誌と連動して語学の講習会が開催されるようになった。1960年10月から1963年8月までは白水社提供のフランス語をテーマとするラジオ番組も放送されていた。 1970年代頃からは、初学者向けの記事を増やし、90年代以降は、音声教材の CD 付録を採用するなど、フランス語教育関係の企画を継続的に実施している。1931年より、語学学習記事の一環として、フランス映画のシナリオを仏日大役で掲載する企画を行っており、最初の掲載作品は、ルネクレール監督の パリの屋根の下であった。1961年より、フランス夏休み学習号を1985年から特集フランス語入門を臨時増刊として発行している。日本の語学雑誌としては最古産であった。英語青年が2009年をもって紙媒体の雑誌を休刊し、2013年にウェブ版も終了したため、2016年9月時点で、 日本で刊行されている語学及び地域文化関連雑誌としては最も古い。フランス語学習者の間では一定の知名度がある語学雑誌であると言われている一方、言語学習にとどまらず、フランス文化を伝える国内唯一の専門誌、フランス語圏文化を紹介する伝統ある雑誌と評され広く、フランス語圏の文化を専門とする古参雑誌として一定の評価を得ている。 創刊80周年を記念して刊行されたフランス80年の回想に関する日経新聞の書評記事によると近代の日本人にとってフランス文化は西洋の好奇を伝える憧れの的でありそんな精神風土を伝える雑誌であると評価されている。同書が刊行された際高橋豊はフランスを英語帝国主義に対する対抗軸の一つとして位置づけ 亀畑岳氏も英語への一極集中、グローバル化の中で生き残ったフランス語雑誌として評価している。2015年のシャルリー・エブド襲撃事件について、シャルリー・エブド事件を考えるを刊行した際、先週大学教員の山田健太は同様の特集を刊行した現代思想とともに、フランスをこうした事件の際に深い取材が行える専門的雑誌であると評している。 ありがとうございます。